話したくなかったよ。この恋は本物だな。たどり着いた答えにまだあなたは泣いているの。変わり始めることを恐れ今日はこの歌をねリピートで聴いて走って歌える、もうちょっと歌えるかなと思ったけど難しいね。もう何十回とリピートして聴いたんでもう歌えるかなと思ったんやけど、あの残酷な歌やなと思ってね、これね、あの綺麗なラブソングに聞こえるけどね、一見ねよくこれ歌詞を聞いてるとね、あの別れ際あのベス書いてる男にあの私は旅立つでもあの本物の恋だったみたいなね、そういう慰めの歌でしょう、まあこういうねあの感性の女性アーティストの歌ってあんまりないんですよね、これどっちかというと男側の立場で歌うっていう、まあ、そこがね俺越智志帆さんにね惹かれるとこなんかなってね、やでまあ逆の感じね、あの私夢とかそういうのはもう何にもいらないから あなたについていくわってね、もうそういうのがね俺の中の、あの理想というかね、
まあ俺何人女の子のね夢を打ち砕いたかなっていうね。まあ冗談ですけどね、ということです。あ、もう何時やろ。あ、今日ね BS でねボヘミアン・ラプソディがねやるんでね、ちょっとそれを見ます。ではおやすみ。